やっほーやっほやっほーやっほー山の湖白樺の影いい声だね。白浜真理子さんの家はここからまだだいぶあんのかい？おらの家？君の？なんだ、君が真理ちゃんか。誰け？野城大輔、君の家庭教師だよ。家庭教師ってみんなそんな四角い帽子かぶるのけ？これは大学の帽子だよ。君の先生に雇われたんだ。先生？うん、生徒がいなきゃ困るからな。迎えに来たんだよ。おら嫌だ、行かね。だけどおばあちゃんから話は聞いてるんだろ。おら音よりおばあのところがええだ。それじゃあおばあちゃんも一緒だったらいいのかい？だけどおばあ行かね。だからおらも嫌だ。終わったな。ほら、やっぱり東京行くのっけ。またそんだらこと言う。おめえは赤ん坊の時お父から預かったんじゃ。おめえはお父の子じゃ。なんで言うたらわかるんけ。だけど、お父、なんでおばあにおら預けて今までほっといたんっけ。それはおめえ。そんなら、お父のところおら行きたくね。そんだこと言うて、お父にはお父の都合いうもんがあるでな。どんな都合っけ。お父はな、この山に何たらいう石が出る言うて掘りなさったが一文無しになってな、その時におめえが生まれたんじゃ。お母は亡くなるし、お父は満州さ稼ぎに出なさった。仕事がうまくいったらおめえを引き取りに来る言うてなさったが、向こうでえらい苦労なさってのう。お父、もう金持ちじゃ言うたど。うん、あっちから引き上げてえらい出世なさったげな。おめえも東京さん行ったら立派なお嬢様だぞ、マリボー。お嬢様？おらが。そうだそうだ、学校も入れるし、こんな山の中にいるよりよっぽどええだな。わかったな。わかんね。お晩です。あれ持ってきたの？後でおらが借りに行こうと思っていただに。なんぼ元気でもお晩には無理だべ。お先へ。
何、マリボーの顔を見とうなってな。まあこんな布団じゃ我慢してもらおうべえか。いろいろお世話かけます。山の中で何にもお構いできんけど、まあこれで送別会じゃ。お坊も一緒に飲んでいかんのじゃ。ほら、山の方が気楽じゃけにの。あちらのお母さんもとってもいい方なんですよ。いえ、あの子のためにもなりますけ。はよ、奥様に懐いて、オラのこと忘れてくれたら。その方が丸く収まるの。うん。辛いでしょうね、これまでに育てて。いいえ、いつまでこんな山の中より東京さん行っていい娘になってもらいたいと思いますだ。ただな、こんな子供ですけ、よろしくお願いしますだ。どうもありがとう。よろしくお願いしますだ。あ、大丈夫ですよ。あなたもお元気で。はい。おめえ、東京行ったらな、向こうのおっかさんの言うことよく聞くだぞ。おば、さあ、マリコちゃん。じゃあ気ぃつけてね。あ、どうも。何分よろしく。あ、マリボ、マリコも喜ぶよ。あ、ぼつぼつ迎えに行ってこようか。ええ、お願いいたしますわ。お父さん今日見えるんじゃなかったかい。ええ、マリコちゃんのことでしたら私から。ただね、心配なんだよ。あなたが再婚だってこと。
その上また子供まであったんじゃね。いいんですの、父を怒らせないようによく話しますわ。うん、早くいらっしゃい、うん、マリちゃん。あ、ご苦労でした。いいえ。マリちゃん、お父さんにご挨拶しないの？挨拶は後でいい。さあ出ましょう。あ、え、お前に子供？え、マリコって名前なんですの。いくつになる？今度中学に参りますから。バカ言いなさい。お前たちは結婚して何年になるの？結婚前にできた子供ですわ。そうそう、おかしい奴らだ。私、お父様は怖かったんですもの。行き明けたら白浜との結婚にお許しが出ないかと思って黙ってたんですわ。今になって事後承諾を押し付けようというのか？だってもう十何年も前の。何？十何年？親に十何年隠してきたのか？ずうずうしい。ですから、そのことはお詫び申し上げたじゃございませんか。一体どこへやった、その子は？生まれるとすぐ内地の田舎へ。今まで放っといたの？行方が分からなかったんですの。この間やっと分かって引き取ることにしましたの。ねえお父様、会っていただけます？いか、不愉快だ。何お父様、口癖のように孫が欲しいとおっしゃってましたでございませんの。今時鴨屋姫や桃太郎の話を誰が信用するやつなのか。ひどい方、まるで拾ってきたようにおっしゃいますのね。参りましたわ。お帰りなさいませ。お母さんだよ。疲れたでしょ？おら、なんともねえだ。そう、偉いわね。さ、お花なさ、これマリちゃんのよ。部屋の中で草履履くのっけ？お父様がおめえですけど。あ、そう。あの野代さん、マリコちゃんお部屋お願いしますね。何がおかしいんだよ。だってまるで怒鳴ってるみたい。あの声大きいってたってね。一度牧場に住んでみたまえ。小さい声じゃ人を呼ぶのに10丁も20丁も走り回さなくちゃならないんだねえ君。あの声は実用的なんだよ。姉ちゃんたち何が面白いのっけ？うん、君の声が大きいって感心してんだよ。ほら、でけえ声出さねえよ。本当に大きい声なさったら一体どんなかしら。お願いです、待ってやってください。ご覧になればお父様だってきっと可愛い子なりになりますわ。とってもおとなしい子なんですもの。やっほー。いい子ってのはあれか？はあ、やっほー。ああ、もういいもういい、分かったよ。もっとでっかい声出るよ。ああ、もういいんだよ。どうしましたの？あ、ちょっと、のど自慢やってたもんですから。そうでしたの。おや、マリコちゃんお着替えまだでしたの？それじゃあ、僕はこれで。あ、せっかく今夜はマリコちゃんの歓迎会しようと思って。ラグビーの合宿やってるんです。あんまりサボってると悪いですから。でも、残念ね。ねえ、マリコちゃん。この次から、猛烈に勉強だ。学校へ入るんだから、頑張ろうね。じゃあ、さよなら。失礼します。じゃあマリコちゃんのお部屋参りましょう。ほら、
お人形さんもあるでしょ。あら、ゾウさんもクマさんもいるでしょ。これね、マリコちゃんのベッドよ。お母様ね、ちょっとお夕飯の支度してきますからね。おとなしく一人で遊んでらっしゃいね。ね。お父様、今日はマリコが初めて来た晩ですし、お食事してらっしゃいましたら。食事はうちに戻ってする。わしはいらん。そうですか。そんなとこに乗ったらいかん。言うことを聞かんのか。うん、言うことを聞かんと。お前が山で取れた山猿というのは。猿じゃねえ、マリボーだ。わしを知っとるか。知らねえ、そんなじじい。じじい、じじいはお前嫌いか。馬の方が好きだ。馬と一緒にするやつがあるか。降りなさい。うん。おじいは村長さんけ。いや、お前のおじいちゃん。おじい。嫌いか。うん。あ、お父さんにも一緒にお食事していただいたらどう。相変わらずの頑固で。お家お帰りになってから召し上がるんですって。マリコのことでご機嫌が悪いのかな。お父様にも困りましたわ、うん、山の牧場の夕暮れに雁が飛んでる。ただ違うってば。こうだ。ただ一羽、私も一人、ただ一人、青の背中に目を覚まし、ヤッホーヤッホー。さあ、いただきましょうね。何がおかしいの。カバみてだよ。よだれかけして。嫌なマリコちゃんね。お母様の言うことを聞いていい子になるんだよ。いいね。うん、じゃあゆっくりお休みなさいね。うん。いいんじゃないわね。はいだったでしょ。はい。じゃあお休みなさい。どうして下に何か寝たんだい。ここに寝たんだがな。困ったお嬢さんだな。出かけんだから早くしよう。どこ行くんけ。学校へ入る支度だよ。買い物に行くんだ。
なんだべ。さあ。二度といいか。ここで商売したら処しねえぞ。花を売るのはどうしていけないんです。だから言ったじゃねえか。どうでも商売したけりゃ商売代を払ってからにしな。あなたにそんな権利はないわ。権利なの嫌って痛み焼いていいか。バカ。バカだと。なんだてめえよバカ。よしたまえ。聞いた船口聞きやがって。夜か。いや喧嘩じゃないんだよ。じゃあどうすればいいんだよ。すいません。いいえ、こちらこそ。どうも。花を売る仕事も見た目ほど楽じゃないですね。ええ、でも他に。お勤めお嫌いなんですか。なかなかございませんもの。これでよろしいでしょうか。あ、すいません。いいえ、私こそとんだご迷惑をおかけしちゃって。どうもありがとう。今の話ですけどね、もしかしたらうまくいくかもわかりませんよ。お勤めの口ございますかしら。ええ、もしかしたら。とにかくお名前だけ伺っていこうかな。まあ私うっかりして。鹿島幸恵と申します。あ、そうだ、僕も野代さんでございましょう。どうして僕の名を。だってラグビーの野代さんってば有名じゃございませんか。なんだ。もうええか。まだだよ。すいません。いいえ。マリちゃん行こうか。いやだ、もっと遊んでるだ。ダメだよ、うちで心配するからね。それじゃあ就職の方はできるだけ頼んでみますから。お願いします。さようなら。さようなら。マリちゃん、さようならしないの。さようなら。またね。じゃ。さよなら。どうしたの？いかがです、素晴らしいこのワイン。サンキュー。私の心込めたこの心配には及びませんわ。山梨よ。白浜さん、あなたもここいらしたの。今日からこの学校に入るだ。じゃあいらっしゃい。隣の席空いてるのよ。うん。誰です、そんなとこから入るのは。入学早々からなった。あら、まあいけませんね。入り口はあちら。さあいらっしゃい。皆さん、今日からお友達が増えましたよ。仲良くしてあげてくださいね。さあ皆さんにご挨拶なさい。オラの名前言うのけ。オラはいけませんね。私の名前。先生の名前だら山嵐じゃないのけ。もういいからお席に着いて。誰です、今ピアノを弾いてたのは。立ってください。いないんですか。今後お教室であんな下品な歌は許しませんよ。わかりましたか。はい、じゃあ例えば
どんな歌なら学校で歌ってもよろしいんですか。はい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 、白浜さん、どうするのっけ。何でもいいわ、歌うのよ。歌は何です。知らねえやっほーやっほー、山の牧場の夕暮れに鳥が飛んでる、ただ一羽、私は二人、ただ一人、青の背中に目を覚まし、やっほーやっほー。これ皆さんで。ああ、いいんですか。どうぞ。すいません。ああ、ちょっと待った。どうも。いいえ、おかげさまで就職決まりましたわ。ああ、あの会社。ええ、いよいよオフィスがあるですね。本当にありがとうございました。いえ、どんな会社だか入ってみなきゃ分かんないんだけど、社長が僕の先輩の友人なんですよ。それで頼んでたんですけどね。でもよかったですね、入れて。ええ、一生懸命やります私。山崎君おりますよ。はい。白浜ですが。おう。あ、どうも。実はこっちから伺おうと思ってたんだ。あ、どうですか。どうぞ。あ、はじめからその気だったんだろう。何もかもかぶせるつもりで僕に手形の裏書きを書かしたんだろう。いや、だから何も僕はお話ししないと言ってはいないんだ。とにかくいつかなってきゃだ。今度こそ僕は。君の今度はこうやなさってだ。もういい。君みたいな男を信用した。こっちは甘かったんだ。いや、白浜君、君なんか当てにならんよ。どうしたんだい、鳩が豆でっぽくったような顔して。今の方、白浜さんとおっしゃるんですか。うん、知ってんのか。いいえ。あ、鹿島君、コーヒー。はい。飯食いに行こうか。いいえ、約束がございますから。約束？いい人とか？あ、そんな。じゃあいいじゃないか。おいしいフンごちそうするから行こう。いいえ、怖いのかね。これでも娘さんには優しい男なんだよ。少し横におなりになりましたら。いや、いいよ。ウイスキーくれないか。はい。でも、ひどい方ですわね、山崎さんって。うん。あんな男とは思わなかったよ。工場の方のお給料、先月からまだなんでございましょう。うん。これ以上私じゃかわいそうだ。せめて、それだけでもなんとか。当てが終わりになりますの。いいよ、父の銀行に頼めばなんとか。こんな時ですから。みっともなくて話もできないよ。手形の裏書きで会社がダメになるなんて。でも。いや、この家があるよ。この家を抵当に借り。あなた山の牧場の。静かに遊ばして。旦那様お休みでございますから。
もう寝たんけ。いいえ、ご気分が悪いんでございますよ。ご病気ですか。あ、お帰りなさい。音、悪いのけ。え、大丈夫。少しご心配なことがあって、お疲れなすったもので。どうかなすったんですか。無理に頼まれまして、手形に裏書きした相手が大変な方だったんです。で、そのお金、みんな白浜がかぶる羽目になっちゃったんで、ほとんどこの 2,3 日寝てないんです。心配で。相手って誰なんです。山崎商事の社長なんです。山崎。長いお付き合いですし、主人も信用したんでしょ。そうですか。その男なら僕もちょっと知ってます。あなたが。ええ、なんだったら僕から掛け合ってみてもいいですけど。でも相当のしたたかもんだそうですから。しかし泣き寝入りする手はないですよ。おと、金がねえのけ。よろしいの、あなたは心配なさらなくて。さあ、お部屋行ってらっしゃい。どうするの。お金儲けるだよ。あなたが。オランチの夫、お金ねえだで。オラ働こうと思ってるだ。そう。でも叱られやしない。誰にもわからんけ。ええだ。花はどうやって売るのけ。でもあなたにどうかしら。花いらんけ。お花いらんけ。花いらんけ。東京の人みんなお金ねえだな。のんきね、あんたって。何け。演歌しよう。演歌し。歌が商売なの。歌うとお金くれるのけ。いい稼ぎになるんだって。うん。どうしたの。ええこと考えただ。何。オラも歌ってお金もらうべか。ダメよ、マリコさん。だけどお金いるだ。
初めてよ。もういっぺん食べるか。もう花がないじゃないの。お姉ちゃん、あんまり見かけない顔だけど、ここは初めてかい？おじちゃん、堪忍して。この人、東京初めてで何も知らないのよ。勘違いすんなよ。お前、歌好きなのかい？うん。じゃあ俺たちと一緒に、お前の歌だったら結構商売になる。やるかい？うん。じゃあ明日からここで落ち合うんだぜ。忘れんなよな。行こう。そんな無責任なことがこの世の中で通用すると思ってるんですか。しかし君何それは不便からね。白浜さんが今どんな苦境に立っていらっしゃるか。君帰ってくれよ。僕は忙しいんだからな。あなたには両親がないんですか。うるさいね。この通り頭を下げてお願いしてもダメだとおっしゃるんですか。君の知ったこっちゃないよ。お客さんお帰りだ。はあ、山崎さん。野城さん行きましょう。こんな男のところで働くことないです。白浜さんのお金戻りそうにもありませんわね。ええ、ひどいやつですよ。工場の給料に当てた分をすっかりあいつにやられちゃって、白浜さんの工場だいぶうるさくなってるんです。心配ですから行ってみます。本当に申し訳ありませんが、給料をこの月末まで待っていただきたいのです。無論責任は私です。決して諸君にご迷惑はおかけいたしません。この通りです。どうしたんだ。お父だ。早く来てよ。月末までなんで来んだい。スマイルやめよ。大丈夫ですか。いや大丈夫。あの方に夢の
花束いかがです。一体これはどうしたんだ、マリコ。僕が話します。皆さん、白浜さんのお嬢さんはお父さんのために少しでもお金を作ろうとしてこうして歌ってらっしゃるんです。もちろんそんなことで白浜さんの立場がどうなるもんでもありませんが、お嬢さんの心根を汲んでいただきたいんです。白浜さんは皆さんのために一生懸命奔走なすっていらっしゃるんです。いかがでしょう、工場長さんを信頼して今しばらく待ってあげていただけませんか。お嬢さんのためにもお願いいたします。よしよし、分かった分かった、はい、分かった、はい、マリコちゃん、よかったね。真城君、マリコ。じゃあ、お先へ。マリコちゃん、行こう。あ、行こう。あ、もう一つ何かやってくれよ。あ、頼む、な。いやー、野城さん。ああ、本当によかったわね。ええ、マリちゃんのおかげですよね。一緒だったんけ。うん、工場が心配でわざわざ来てくださったんだろ。ご一緒いたしましょうか。どうしたんだい。マリちゃん、マリちゃん、一体何が気に入らないの。先生嫌いだ、もう話しね。よかったな、和平会談決裂かい。もうマリコちゃん、なに先生の前でそんな格好なすって。マリコちゃん、あなたが工場で歌を歌ったのはいけないなんて誰も言ってやしないのよ。怒るどころかお母様嬉しいくらいなのですけどね。もしもあなたに間違いがあったら大変でしょ。ですからそんなことはもうええだ。マリコちゃん、わかるわね。これから勝手にお外へは出ないこと、お約束してちょうだい。ほっといた方がいいですよ。でも、放任主義は。大丈夫です。マリコさんは自然児ですから。今のままでよろしいとおっしゃるの？あの素朴さは伸ばしてあげた方が。野城さんのは理想論じゃないかしら。いえ、一番現実的ですよ。都会風に上品なお嬢さんを作り上げるのが教育の最上だとは僕考えませんから。だって女の子はみんなお嫁に行きますのよ。人並みの教養だけは。その教養が盆栽の植木鉢でなければいいんです。盆栽の植木は実用にはなりませんからね。
生意気でしょうか、こんなこと。いいえ、なんだか分かる気もいたしますわ。どうも失礼しました。それじゃあ僕ちょっとマリコさん探してきます。マリちゃん、何考えてんの？泣いてんのかい？山へ帰りたくなったんだろう。おばあな、オラ怒ると物差し持って追っかけてきただ。面白かっただ。オラ、そんな時、馬に乗って逃げただ。帰らねえだ、いつまでも。提灯持って山の中探すだよ。オラが遅うなって帰るとおばあど真ん中で泣いてるだ。でっけえ声で泣くだ。オラがおばあに声かけるとまた物差し持って追っかけてくるだよ。いらっしゃい。ああ、元気かね。あ、近日中にお伺いいたしたいと思ってたんです。今日はな、祭日だからみんないるだろうと思ってな。どうだい。なかなか立派なもんですね。特別に頼んでおいたんだから。マリコを呼びなさい。あら、ちょうどおじいちゃまと入れ違いに。どこ行ったの？はあ、世田谷へ参りましたの。世田谷？ええ。あんなところへ何の用で行ったの？馬に乗るんですって。馬？どうも変わった子で、うちの中より外の方が面白いらしいんですよ。変わったじゃすまんよ。あ、軽業の娘じゃあるまいし、馬なんぞに乗り回して何になるの？はあ、健康のためと思いまして。健康どころか、馬から落ちて鼻でも潰したらどうする女の子が。野城さんとご一緒ですのよ。第一お前もお前だ。大事な娘を男と二人きりで出すなんて。何がおかしいんだよ。だって、マリコはまだ13でございますわ。冗談言っちゃいかんよ。女は13って言えば一人前だ。戦士目が秀頼のとこ嫁に行ったのはいくつだと思ってる？存じませんわ。7つの時。この男でも女でも7つぐらいからそろそろ危険期に入る。昔から男女必殺にして席を同じ捨てという。そんなことおっしゃって、野城さんは。おお、家庭教師は男のうちに入らないのか？はい、気をつけますわ。大体お前たちの教育はなっちゃおらんぞ。お帰りですか？あの子に会いに来たんだ。帰るよ。実は先立っての話なんですが。話？ああ、この間の手紙のことか。はあ、お父さんの銀行で300万円お願いしたいんですが。君は工場長だろ？はあ、責任者は君じゃないよ。金作りだったら自分で走り回りたまえ、自分で。ねえお父様、私からもお願いしますわ。ちょいと死ねって出るのは水道の水ぐらい。それも夏場はちょいちょい止まるじゃないか。ん？金がそう簡単に出せますかい？いや、もう送らなくても結構。結構あげ。何？変わったよ、まったく。私？うん、すっかり綺麗になった。本当？嘘なんか言わないよ。じゃあ、幸恵さんとどっちが好き？幸恵さん？言って。どうしてそんなこと聞くんだい？だって、あまり仲がいいんだもん。まるちゃんとだって、こんなに仲良くしてるじゃないか。だって、
風はそよ風は旅の心に揺れながら林の奥の湖を水かな湖より マリちゃん。何？寂しいのかい？ねえ、みんな仲良しで行こうよ。みんなじゃつまんない。そんなこと言っちゃダメだ。いや、マリちゃん好きだよ。だけどね、それはアルプスのお花畑と雲みたいなもんなんだよ。雲はだって考えないじゃない。何を？お花畑のこと。そうか。考えない先に風が吹いたらどっかへ飛んでいくね。嫌だな。もう少し大きくなったらマリちゃんにも分かってくるさ。始まったぞ。おじいさま、馬乗りにいらしたの？ほら、わしは昔から馬と芋虫は弱虫。男のくせにおかしいわよ。おかしいとは。よろしかったらどうぞ。この馬暴れやせんだろうな。大丈夫よ。じゃあゆっくり頼む。よし、よいしょ。大丈夫ですか？いや、大丈夫。おじいさましっかり。おじいさま、おじいさま。どうなさいましたの？落馬なすったんですよ。馬から？大したことないんです。お父様、馬を切られたっておっしゃったじゃありませんか。痛い。年寄りの冷や水ですわ。怪我人をつかめてそうポンポン言いなさんな。痛い。あなたは書斎行ってらっしゃい、ね、行けばわかりますよ。会いとって。いい子になったの。うん、マリボー。さあ、いいもの見せてやる。お前が可愛がってた太郎だ。とうとう一頭になりおった。おめのためにわざわざ持ってきたんじゃ。品評会で写したもんでな。日本一の馬じゃ。いつまでこっちにいるの？奥様は泊まって行け言うてくださったけど、大野のおじさん牧場があるでな。もう帰るの？うん、おめの顔見たらもうそんでいいだ。いいお嬢さんになったの。そんなら東京弁使うて。嫌だわおばあちゃん。うん、そうだそうだ、おめに渡すの忘れとった。何？おっかが大事にしとっただ。肩身になるもん何もないけりな。大事にしまっとくだぞ。マリボーのお母さんも歌上手だった。マリボーもお母さんの血引いてそんで歌うまいんだろ。
だんだん似てきたな。失礼いたしました。いろいろとご厄介になりました。おかげで。あら、まだよろしいじゃございませんか。記者の時間ですけ。せっかくいらしたのに。じゃあちょっと車呼びますか。そんなことは。でもちょっとお待ちになって。もうおばあもこれで安心じゃ。奥様も本当にいい方じゃけに。おばあちゃんが病気だった夢見て心配しちゃった。夢の中で泣いたのよ。そうけ、おらが夢をな。なさいませ。あ、お父さん馬から落ちたそうだな。でももうお休みになりましたから。そうか。私帰ります。はい。どうしてまた馬なの。マリコちゃんの命令なんですって。うん、マリコだけには頭上がらないんだな。今朝のお話だってマリコちゃんが落ちだったらよろしかったんですのよ。留守と聞いて急にお天気が変わったんですもの。ダメでしたの、どこも。うん、仕方がない。思い切ってこの家を売り飛ばそう。初めから裸になって出直そう。私たちはそれでよろしいですけど、せっかく呼んであげたマリコさんはかわいそうですわ。もう一度父に頼んでみますわ。今度マリコちゃんのお誕生祝いすぐですから、野城さんと考えたプランございますのよ。プラン？ええ、お任せ願いますわ。きっと父にうんと言わせてみせますから。うん、ダメだよ、他のこと考えちゃ。宿題もうできたの？おばあちゃん、今どこらへんかしら。さっきからそればっかり言ってるじゃないか。あ、勉強勉強早くしないとお母さんに怒られるよ、サブッチャー。はい。スイートアンドロー。スイートアンドロー。なんだ、お母さんじゃなかったの。うん、いいの。あ、紅茶が冷めるわよ。うん。マリちゃん、この歌は歌えるのかい？うん、よし、こいつだ。これ練習しよう。私が？そうだよ、誕生日にこれを歌うんだね。いいかい、これならきっとうまくいくよ。おじいちゃまからお誕生日のお祝いよ。素敵だわ。さあ、応接間行って皆さんのお相手を申し上げる。はい。麻子、お前いい子を産んだな。いや、皆さんが大勢集まってくださったんで、私はこんないい気持ちはないんだ。お父様、お金のこと本当に承知していただけます？おい、お忘れになって嫌ですわよ。何遍ねをすんだよ。200万や300万の金でわしは目でも回すと思っとるか。お父様、お金のことご承知なさいましてよ。そう、みんな君のおかげだよ。いいえ、マリコちゃんのおかげですわ。うん、これで会社もやっていきますくね。お電報でございます。あ、そう、おやさんが病気なんだそうだ。よほど悪いんでしょうか。よくわからないが、年だからね。どうしましょう、マリコちゃんに。はい、そうですわ。せっかくの誕生日だ。済んだ後で私から話そう。そうですわね。まりちゃん、おめでとう。ありがとう。おめでとうございます。どうもありがとう。おい、
めでとう。おめでとう。ありがとうございます。全くいいお嬢さんですね。いや長い間お留守だったそうで。ああ、かわいそうな子でしてね、満州で生まれると間もなくその内地に疎開させましてね。ところがあの戦争のどさくさで行方がこの間までわからなかったような始末の。本当にお嬢様おかわいそうにね。やっとこの間引き取りましてね。なぜどうその山育ちですね。いいえ、お嬢様学校では大変な人気。いいお孫さんをお持ちになりましてお楽しみでございますよ。家内中手こずってます。おめでとうございます。ちょっと、それでは孫が何か歌うそうですから、一つ座標のつもりで聞いてやってください。歌ですの？夢の花影です。夢の花影、どなたの作曲ですの？お母様ですわ。お母様ですの？いつの間にございた？違うわよ、おじい様、死んだお母様よ。え？死んだ？ええ、亡くなったお母様、この歌一番好きだったの。どうしたの？
と言いなさいよ。何の理由でわしにあんな嘘をついたの。なんで今まで隠しとった。申し訳ございません。バカ、謝って済むことと済まんことだぞ。どこの馬の骨かわからん子をわしに相談もせん。どこから拾ってきたんだ。お父様、あなたはよろしいのよ。私がお話しします。お父様。いや、もう分かった。夫婦揃ってそういう魂胆ならわしにも考えがある。いいえ、違います。いや、もう聞きたくない。勝手にしなさい。いいか、その代わり後のことは絶対に知らんぞ。そう思ってなさい。君のせいじゃないよ。かえって君に恥をかかして。私は、いえ、私浅はかでしたわ。父にあんな嘘を言わなければ。マリコかい。マリコちゃん、いいのよ、何でもないのよ。じゃあなんでおじいさま怒りになったの。マリコちゃんは心配しなくてもいいの。さあ、おやすみなさい。一体そしたら誰の子供。もしかしたらお妾さんの。まさか、旦那さんもそんな方じゃないわよ。もらいっ子よ、きっと。多分親なし子だったんでしょ。そうね、なんだか初めから変だと思ったわ、そういえば。マリコさんの家庭教師お辞めになりますの。ええ、僕の責任ですから。マリコさんにあの歌を勧めたのは僕がいけなかったんです。だってご存知なかったんでしょ、あの歌のこと。そりゃまさか亡くなったお母さんのことが秘密だったなんて。ねえ、お辞めになっちゃマリコさんおかわいそうじゃん。そうですけど、僕にはもうあの家に出入りする資格はないですよ。でもお困りにならな。僕、生きることは難しい。しかし僕たちは生きなくちゃならないんだ。モリモリやりますよ。え、私も。ああ、いい星ですよ。お星様を見てるとなんだか悲しくなっちゃうわ。ねえ、助け合っていくんです。僕たち約束しましょう。
相棒。マリボおばあちゃん元気？何だ、電報見なんだのか。電報？うん、おばあ危ないんじゃ。さあ、はよ行け。いつまでもここで暮らすわ、おばあちゃんと一緒に。おらな、もうダメじゃけ。何言うの？はよ、おめえの死んだおっかんと言って、おめえの話をするだ。おめえが幸せもんだって言ってやるだ。いやよ、おばあちゃん治るわ、早く良くなってね。おばあちゃんがいなくなったら、あたし一人ぼっち。おば、よかったな、マリボー決定。早く良くなったぞ。あたし、もうおばあちゃんから離れないわ。いい？私置いてかないでね。おばあ、おっか、おっか。おばあちゃん、待って、おばあ。おじいちゃん。この顔を見て安心して行ったんじゃけど、楽でね、楽でね。よしよし、泣きたいだけ泣くな。
僕だよ。マリちゃん、夕焼けだよ。ほら。マリちゃんはあの夕焼けの雲だよ。私どうしたの？山の向こうへ行ってたんだろ。向こう？山の小玉が住んでいるずっと向こうの方だよ。マリちゃんのふるさとで綺麗な夢を見ていたんだね。Oh.